昨日の試合のVTRを見ました。別人のようでした。思うように動けない自分が歯がゆい。今日は勝ち負けを考えず、自分の色を出せるように頑張ります。 試合の時はまだ自分がよく分からなかった。だけどこの短い間でプライベートながらいろいろなことがあった。自分の戦う姿勢が分かったんです。心と体が一致した感じです。前回よりいい試合ができると思います。高坂剛。 赤川184センチ、86グラム、リングジャパン、坂田、渡辺。青川、181センチ、97キログラム、リングジャパン、高坂、剛。 レフェリー島田大二。さあ、大阪での第一試合、坂田渡る、そして高坂剛。この若い2人が激突します。そして、このレフェリーは藤原組の島田裕二さんです。さあ、2人ががっちりと握手を交わしました。ゴンが鳴りました。試合開始です。黄色のコスチューム、坂田渡る、そして 紫、まあ青と申し上げておきましょう。高坂剛、前回より坂田も積極的ですね。はい、もう序盤からバックを取りました。高坂剛、腕を取っているんですが、下から坂田渡る。お互いに首を取り合っています。まあ前回先ほども言いましたように95年1月、今年なんですが武道館で、2人が対戦しまして21分56秒という長い試合をしました。そうですね。レッグロック、ネックロックで高坂が勝ちましたが、あれから2人がやはり新人のうちですがどんどん成長していると思います。そうですね。やはりもう目に見えてます。非人に成長してると思うんですよ。ああ、ショーテー、すごい音がしました。ショーテー時ですからね。 スモールパッケージのような形になりましたが、ちょっと違います。上になりました。坂田が上です。熊久保さん、この試合どういうところを期待しますか。そうですね、前回の試合はですね、ちょっと後半になってからですね、ちょっと膠着状態になったというか、ちょっとプロとしてですね、ちょっとあまり見せられるような試合じゃなかったと思うんですよ、正直言って。でも今回は多分2人とも前回の反省点があると思うんで、よりより積極的にですね攻めようという気分あると思うんですよ、序盤の動きを見ても。 まあ黄色の坂田の方なんですが、VTR 見ると、まるで自分ではないような戦い方をしてる。はい、まあ、こういうふうに戦ってたんだなと、それがすごく歯がゆいと言ってるんですけどね。はい、まあ最初の10っていうのはそういうのをまあまああることですよね。まあそうですね。はい、その反省点はですね、次の試合につなげていけばいいわけですから。はい、まあ前回のグランドコントロールでですね、常に高坂選手が勝ったと思うんですけど、今回は坂田選手もやりますね。今お互いにまた首を取り合うような形になっています。上になってるのは坂田なんですが、こちらは1月に高坂に敗れ、そして3月有明では先輩の成瀬に敗れています。まあ成瀬戦っていうのはプロの厳しさを教わったというような感じでしょうね。そうですね。もう本当に成瀬選手、ヘビーに並べた怪物というか、そんな感じでしたよね。
相手の右足を取ろうという体勢、いや左を取ってるのかい、ちょっと難しい体勢ですね、はい、まだどちらも決まってはいません。坂本落ち着いてますよね、とてもまあ新人のうちの試合とは思えません、はい、まあ、年齢は高坂この紫、こちらがですね24歳、坂田の方が22歳です。しかし、わずかに道場入門したのは坂田の方が上ということで、まあ、その辺はね、はい、坂田の先輩ということになるんですが、タックルに行きました。これを潰した高坂です。読んでましたね。さあ足を取ってうまい具合に上になりました高坂剛。まああのプライベートな出来事がこの短い間にあって、自分は精神的にかなり成長したと言っているんですが、あの、まあ、後輩である大学時代もあの柔道で、ね、鳴らした高坂なんですが、その後輩であるあの他団体の練習生が亡くなったということがね、随分自分を成長させたと、いろんなことを考えたという話をしてくれました。自分はこうやって戦えるだけいいんだと、何か吹っ切れたような、ね、感じでもあると言っています。そういったものは精神的な支えにもなるでしょうね。そうでしょうね。さあ改めてファイトをかけました島田ルフィです。勘抜きのようなスープレックス、ちょっと崩れました高坂剛。あの坂田選手どちらかというと打撃好きな方なんですけど、まあ、今回結構自分から積極的にグラウンド入ってきますね。そうですね、はい、組みついてきますね、お互いにどんどん展開していきます。やはり前回とはちょっと趣が違うのが分かります。そうですね、首固めか、いや解きました坂田渡る。うん、こういうことでやっぱりあの高坂選手 その柔道仕込みのですね、まあ、あのグランドコントロールなんで上手いですね、はい、そうですね。これブレイクです。若手対決リマッチ再戦ということになります。今年の1月武道館以来、高坂がネックロックで勝っております。それ以来の対戦、おっと正体からロー膝持ってた、これはブロック、はい、今入ってない、おっとしたという、はい、崩れ落ちるような形になっていますが、これはダウンではありません。さあひっくり返して、この辺は腕をがっちりとロックさせてディフェンスに回っています坂田。キビキビしたいい試合になっています。足首を決めに来ました坂田です。坂田が今足首、高坂の足首を取っています。逆にクロスヒールホールド、坂田選手いい声ですね。あ、抜けましたね。抜けました。5分がすでに経過しました。嬉しい体勢があると、いいポジションでした。坂田にとってはラッキー、早かったですね今仕掛けは、はい、早かったですね。まあ腕しぎと言いますね、柔道殺法あるいはサンボですけどもね、はい、その辺は得意でしょう。おそらくこの高坂、ちょっと坂田の目つきが変わりました。右の正体を突き上げていった、正体合戦打撃できましたね。右のクロスが入ったか坂田。やはり体格で勝ります高坂が今潰すような形になりましたが、高坂が今日の計量では97キロ、下になっている坂田が88キロですから、2人の差は9キロということになります。上背もかなり違いますからね。そうですね、あの高坂選手はもうどんどんいい体格になってますね、はい、腕絡みですね。上になっている高坂、おっとこれももう一度ディフェンス坂田、今度は相手の首そして腕を回すようにしてがっちりと自分の両手をゴロックします。膝十字のような形になりましたが、これは立ち上がって防ぎます坂田です。ヒール狙いですね坂田選手。6分半です。6分半です。やはりあのこれまで坂田はこれが6戦目、それから高坂が4戦目ということになるんですが、随分こなれた展開がスムーズになりましたね、はい、そうですね、またその通りですね、まあ、静かな展開なんですけども、見てて本当に厳しい気持ちいいですね。まあ基本をしっかり教わったというような感じで両者が動いています。二人が二人とも足首になってますね、これおっと今足首を曲げた坂田が仕掛けた先に決まりかかりました。さあ今度はねじるようにして返します。これはブレイクです。ずいぶん展開がいいなというふうな印象なんですけども、はい、そういえばあの
ロシアのヒョードルフコーチが4月から、ね、前田道場に来て、そうですね、しごいてるらしいですね、はい、まあ、山本選手のですね、まあ、バルトゥーヨーといいますか、はい、真似の方だけなんですけども、まあ、永井選手なんかですね、ちょっとおっと足に来てるか、大阪今入ってますね、バランス崩しました、首投げ、おっと、いや今のど輪でプレスに行きました大阪です。この辺は力がなせる技でしょうか。そのヒョードルフコーチがやはり誰もが強いと、はい、そうですね、ね、認めるぐらいそのサンボ、コマンドサンボ、あらゆるものを操るという話ですけどね、はい、ロシアの壊し屋って言われてるらしいですね、まあ、永井選手なんかですね、今まで寝技の部門でですね、出会った格闘家の中でナンバーワンになってましたからね、ずいぶん裏の部分も知ってるらしいですね。そうですね、はい、対戦した相手は必ず怪我させてしまった、無理はしません。坂田のロストポイントが加算されていきます。あっと、坂田ちょっとカリカリいってますね、ちょっと今ハイな精神状態に持っていっているか、首投げに行こうという坂田、いや足を取りに行った、首狙いはフェイントでしたか。先ほどから見てると、はい、高坂選手は相手の技を潰すのがうまいですね、それで相手を潰してという体勢ですね、はい、高坂は毎回、ご紹介していますが、中学から柔道を始めています。まあ、草津中学という中学校、この時3年生の時に滋賀県代表として全国大会にも出て強者です高坂。その後奈良は西京高校キャプテン、そして専修大学でも柔道で鳴らしました。さあ後ろを取った、グラウンドの展開に引きずり込みました。高坂剛、ここまではやはり先ほどから言っているように高坂が随分そうですね、押しているような感じが受けますが、どうでしょうか。はい、まずその通りですね、グラウンドやはりうまいですね、高坂選手は、はい、柔道取り込みのやっぱ相手の技を潰すのうまいですよね、坂田選手ちょっとカリカリしてるというか、おーっと取ってきます、あきます。腕裏に、うっと肘が伸びました。大阪強し、93.99秒。アムロックで大阪強し選手の勝ちでございます。肘関節が、まあ、逆の方向に、ね、動いたような感じになりました。はい、柔道のですね、やっぱ腕技やってるということで、はい、あれグランドの差がちょっと出ましたね。9分39秒アームロック、これでこの若い2人同士の戦いは高坂の2連勝という形になりました。まあ、坂田選手多分意識したと思うんですけど、やはりグラウンドで勝負しようというのを意識したと思うんですよ、ただやはり自分のですね、得意である、はい、スタンドの打撃ですね、はい、ちょっとやはり攻めるべきだったんじゃないかという感じがしますね。なるほどね、はい、もっともっと負けた坂田はいろいろな経験をしたいんですと、外国人とも戦いたいし、また高坂ともいっぱい戦いたい、その上で大きくなっていきたいと言っています。一方高坂、これをきっかけに吹き切れてどんどん伸びていくか。まあ、前回の試合に比べてですね、やはり坂の成長ぶりを、ね、すごい見せたと思います、かなりレベルはアップしています。いい試合を第1試合で見せてくれました新人2人。前回やっぱり打撃もろくらってたんで、来たらうまくかわしてグラウンド持ち込むっていうのが自分なりに考えた策だったんですけど、当たってくれたんでよかったです。あんまり勝ち負けこだわらずに、今日はとにかく今までちょっと自分自身のファイトとか全然不甲斐なかったんで、それでちょっとでも自分の色は出せればいいかなみたいな感じで思ったんですけど、そうですね、まあ自分じゃちょっと分かんないですけど、それはもう見てる人が感じ取ってほしいです。